ようございます、ゴレンさんです。本日は V ストロ館で、ですね、ビーナスライン方面に行ってみようと思います。道と駅を取りながらビーナスラインに向かう道ですね。昔 SV 路館で1回回った道をちょっと V ストロ館で回ってみようかなという感じになっております。いつもだったらツーリングプラン、定額で乗り放題、乗り降りし放題のプランに申し込むんですが、関越と中央高速を使おうと思ってますんで、関越で行って上信越入って、で、ビンダスラインを抜けて中央道で戻ってくるって、そういうプランがねないんですよ。なんでしょうがないんで、半額プラン、定率割引でしたっけ。普通自動車の半分額で行けるっていうやつ、そちらを申し込んできました。そちらは100キロを超えないと使えないんですけど、今日の工程だと関越も、中央もどちらも100キロは超えますんで、それで割引が効くからまあいいかなっていうふうに思っております。ただいまの気温は19度、時間は6時12分ですね。早起きしました、頑張って早起きしました。私今日新しいジャケットをね買ったんですよ。今まで春用のジャケットは持ってはいたんですけど、胸部プロテクターが入っていないタイプだったんですね。なんで小峰さんの胸部プロテクターが入っているタイプの春物ジャケットを購入いたしました。これで胸部を打ってもまあ大丈夫かなというふうに思います。で、中にインナーが入っているやつなんで、商品名はこの辺に出しておきます。なんで今日はこれで行こうかと思うんですが、ただいま今日18度で、ちょっと寒いですね。これで長野行って持つのかなっていう、そういう感じはします。まあ、今ちょっと曇ってるんで寒いのかなという気もするんですが、なんとかなるかな。なんともならなかったらまた前回行った時みたいに途中で島村かユニクロで上着を買い足すことになるかと思います。なんかツーリングサポーターバージョンアップしたみたいで、ちょっとスピードを出すと最高速度を超えていますっていうのを延々に言い続けるようになっちゃいましたね。これぐらいのスピードでも言われますね、文句を。はい、大泉インターですね。関越道に入りますよ。はいはい、関越道にイン。関越道でございます。ユーノスロードスター。はい、関越の料金所でございます。10キロ以下原則通行か。おいやお。はい、三好パーキングに入ります。ただいまの時間は6時50分、気温は15度ですね。走行距離は65キロになります。平均燃費は 25.8 ですね。おお、結構バイクいますね。はい、到着三好パーキングでございます。はい、パーキングを後にします。今ね、ビーコム起動したら電池残量 50% 以上とか言って、さっきまで 80% 以上だったんですけど、これあれなんですね、結構自然放電がすごいですね。ツーリングに行く前の日に充電しておかないとダメなんですね、ビーコムって。それとも私のバッテリーがやれてんのかな。
持てばいいんですけどね。はい、ただいまの時刻は7時20分なんですけど、気温が15度のまんまですね。結構時間は経ってきたんですが、気温は一向に上がらないと。だいたい日が出てませんもんね。気温が15度から上がんねえなとか文句言ってたら14度に下がった。マジっすか。これで長野行ったら何度になっちゃうの。やべえよ、またカッパ切んのか俺。はい、ただいま関越道時速100キロで走っております。回転数は4500、600ぐらいですかね。V スト2班の時は7200まで回っておりました。それに比べればだいぶ音も静かで楽ちんですね。やはり高速はやはり V スト6班圧勝っていうところでしょうか。よりパーキングに入ります。よりに寄っていかない。ああここか。ちょっといっぱいっぽいっすね。よいしょと。はい、よりパーキングでございます。はい、今今日モバイルバッテリー持ってきてたんで、あ、そういえばと思ってトイレに行ってる間は BCOM をモバイルバッテリーから充電してたんですけど、 80% 以上になりましたね。うん、こうやって止まるたびに充電しておけば問題なさそうですね。で、わずかですが日が出てきました。お、15度に上がってますよ。それでは行ってみましょう。はい、今 116.4 キロですが、燃料系のメモリが1つ減ってることに気がつきました。平均燃費計は 25.2 キロ、時間は、7時50分ですね。あ、気温が16度まで上がってきましたね。さすが太陽は偉大ですね。内見かな。あ、内見だ。すげー、めっちゃ楽そう。今日風が強いっすね。さすが春だけあって、走ってると煽られちゃう。こんなに重たいバイクなのに煽られちゃうよ。はい、群馬県に入ります。群馬、はい、上信越道藤岡長野方面にイン。上信越道に入りますよ。はい、8時になりました。ただいまの距離は 134.5 キロ、平均燃費は 24.6 と、ちょっと悪くなっております。はい、カンラ PA、 甘く楽しいカンラ PA に入ります。はい、カンラ PA でございます。はい、舞茸そばを食べました。ではカンラ PA を後にします。山は山々って回りましたね。綺麗だな。正面に見えるのが妙義山ですね。山肌が結構見えるのが妙義山の特徴です。はい、群馬のかっこいい橋、こういう吹き抜けのところがね、横風がすげえ強くて、ああ綺麗、山が綺麗。はい、今 192.7 キロですが、燃料系のメモリの2つ目が減りました。全部で6個あるので、6分の2、3分の1減ったということになります。平均燃費計は 23.1 キロです。ただいまの時間は9時2分ですね。
で気温はね、信越道の山の中になったんで13度ぐらいですね。でも不思議とですね、朝よりも寒くは感じないです。太陽が出てるせいかもしれないですけど、別にグリヒ一応入れてますけど、なくてもいいかなぐらいのそんな感じですね。そしてこの 横風がすごい。はい、電池が消えてしまったんですが、佐久平のパーキングですね。佐久平はスキー場と直結してて、あそこを登ってスキー場に行きます。確かそうだと思った。はい、佐久平パーキングを後にしました。あとどれぐらいかな、結構山の中入ってきてるからそろそろじゃないかなと思うんだけど、気温が11度まで落ちてきました。11度って冬じゃん。でもそんなに寒いとは思えないですね。朝の方が寒く感じた。この新しいジャケット、インナー結構モコモコしたインナーがついてるんですよ。だから結構ね、あったかい方面に振って、まあインナー外せるんですけど、あったかい方面に振ってあるインナーだと思うんで、まあそのせいですかね、そんなに寒くは感じないですね。はい、これを左に行くと中部横断道路ですね。あれ、私がこの間山梨で通ったのはこれかな、中部横断道路。なんか違う名前だったような気もする。まあこんなところから道が走ってないか。はい、小諸インターから出ます。今の気温は11度ですね。でもまあグリップヒーターがあってよかったですよ。グリップヒーターなければかなり厳しい。ブイーンと、はい、軽に2710円、左方向、浅間ライン、浅間ラインですね。小諸インターチェンジ来た。くる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 、浅間サンライン。はい、道の駅ライデンくるみの里。ライデン、ライデン、タッタラー、タタタタ、ライデン。はい、ライデン、くるみの里、これ？あ、これね。あ、思い出した。バイク置き場がね、あるんだよ、ちゃんと。うわ、バイク置き場めっちゃ混んでる。何これ。いや、めんどくせえ。はい、ライデンくるみの里道の駅でございます。はい、道の駅ライデンを後にしました。風が強くてですね、首元は寒いですね。首元は、あ、首元、うん、顎かな、顎が寒い。あの顎のチンカバーが、あの昔の春秋物のジャケットのポケットに入ってて、今日新しい春秋物ジャケットで来ちゃったからないんですよね、チンガードが。はい、道の駅三巻ですね。ここ確か、あ、しまった、さっきの道の駅でスタンプ押すの忘れた。久しぶりすぎて。前 SV でこのルート来た時はこの辺でもうガソリンを入れたような気がしますね。今 V ストローク換算はまだ、4個3分の2残っているという状態です。この道まっすぐ行くと別所温泉ですって。で、なんか去年も行ったような気がするけど、そんなことを。
ということはこれ行った直後に左に回ったような気がするんだけどな、気のせいか。はい、上田道と川の駅、上田城ですね。真田正幸なので雪村の方が有名か。はい、道の駅上田でございます。くる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 。はい、道の駅上田を後にしました。はい、今 248.3km ですが、燃料系のメモリが3つ目がなくなりました。半分ですね、6分の3減って、まあ、2分の1になったということですね。ただいまの時間は11時15分、気温は16度ですね。平均燃費は 23.2km です。高速走ってるとき 22km 台まで落ちたんで、ちょっと盛り返してる感じです。しかしあれですな、こっちの方、涼しいからまだ桜とか咲いてんじゃねえのとか思ったんだけど、そんなこともないですな、咲いてませんな。さすがに遅すぎるか。はい、道の駅青木でございます。よいしょよいしょ。ここはね、駐車場がね、バイク置き場がね、結構敷いてあげられてるんですよ。こちらの奥に止めろってね、そういうことになってるんですよ。バイクはここに止めろと。はい、道の駅青木でございます。山々ですな。はい、道の駅青木を後にしました。あれ、これバッテリー足りるかな、変えた方がいいかな。はい、美しが原高原ビーナスラインに向かう裏道を登り始めました。この辺も結構ブイーンとしてますね。左に回ると美しが原高原31キロですね。おー、まだ桜咲いてる。さすが。おお、怖え。気持ちいいですね。登る坂道とその先に山があって。いやー気持ちいい。すごい鯉のぼりが大量に。なんだろうあれ。あ、川の上を渡してるのか鯉のぼりを。なるほどね、桜綺麗やね。あの枯葉が堆積っていうか、積もって粉々になった枯葉が積もっているのが道の真ん中にもあるから怖いわ。あんなん乗ったらズバッと行くでしょ。ズバッと山上デロリンデロリン。さっきからこんなコーナーばっかりっすわ。一足よよよよおりゃー乗れこんなコーナーばっかりっすわすごい路肩で来たんですけど、この道なんかもっときつかったような気がするんですよね。もっとなんかこうなんかブイスト路肩の方が楽勝だな。これ道が悪いのがブイスト路肩の方が吸収してくれているからかな。うん、そんな変わるかな。でもなんか割と楽だな、楽と感じるの。一足おりゃ。気温は10度ですね。でもそんな寒いとは思わないな。こう人間が運動してるから、こう右に左に。
グリップヒーターも入れてないですからね。はい、美しが原高原美術館ですね。オブジェが見えますね。あの建物が美しが原高原美術館です。美術館、結構広いんですよ。一回入ったことあるんですけど、あれガスってますね。はい、美しが原高原美術館でございます。道の駅。はい、美しが原高原美術館を後にします。あ、電池変えなきゃ1時の鐘が鳴っている。めっちゃ鳴ってる。1時の鐘がめっちゃ鳴ってる。はい、今8度ですね。8度8度ですけど、そんな寒いって感じないな。やっぱ日が出てるからかな。なんでしょうね。3速だった。はい、それではここからビーナスラインスタートですよ。はい、美しが原高原やってなかったですね。営業してなかったです。冬季閉鎖中でまだやってなかった。ビーナスラインスタートです。ブレーキング待て。最初の方きついんですよね、これ。R1 かな。楽しいだろうね、R1 なんかでこんなとこ走ったら。もう見えなくなっちゃった。まだ車の方が多いですね。バイクはそんなに走ってないな。ピッピッピッ。コーナーリング中にね、野営するっていうね。あ、312.8 キロですが、燃料系のメモリーの4つ目が減りました。全部で6個あるうちの4つ減ったので、残り2個、3分の1になったということですね。3分の2減ったということですね。こんな山の中でガス欠したら目も当てらんないな。ブイーンと。はあ、素敵。すごいですね、ここいつ来ても。やってるよね。三峰茶屋大展望台。三峰茶屋にでちょっと写真を撮りました。曇らないメガネがちょっと曇ってる。曇りづらいだけであって曇らないわけじゃないからな。パン。すごいスピードなのに、やえ返してくれた。
パッ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 、ここで1600メートルだそうですよ。標高1600メートル、気温は12度、燃料はまだ2メモリありますね。パッ、おお、景色が例えばいつも裏から来るから向こう側走ったことないな。ないことはないか。まばらだったな、返してくれる人。おお、ここは気持ちいいね。すごいね、この下り坂気持ちいいよ。あ、後ろからバイクが来た。気持ちいいよ。XMAX か。あれ、もう一台いる。GSX1400 かな。あ、向こうから降ってきた。パンパンパン、お、すげえ人がいっぱいいる。有名なとこなのかな。ここもすごいよね。ここね、夏場来るともう緑、真緑なんだよね。すごいですね。ここも Windows XP みたいだよね。パッパッ、パッパッ、パッ、パーキングもめっちゃ混んでんな。こんな車いるんだ。走ってっと分かんねえけどな。みんなトイレ来てんのかな。いやー綺麗。お、ちょっと空いてるね。ちょっと入ってみようか。富士山アルプスを一望。富士山アルプスを一望。どれどれ。今日霞がかかってんだよな。どうすかどうすか、富士山ってどれですか。わかんないですね。パンパン、パン、やはり2班の人はよく振り返してくれるな。アメリカンとか外車の人はあんま返してくれないな。 SS とかね、結構ガチで走ってる人は上手いから、結構な速度で走っていてもなんかこうヒュッて返してくれるんだよね。ヒュッて。かっこいい。パッパッパッ、展望リフト。
確かね、トイレがあったはず。よいしょー、スカイシティ、よいしょ。確かね、あっちにトイレがあるんだよね。はい、おトイレを借りてお土産を買ってきました。新州なんとか。だいぶ下ってきたでしょう、これ。まだまだ標高高いのかな。あ、白樺湖まで4キロ。白樺湖が見えるんだね。はあ。白樺リゾート池の平ホテルをですね、 Google マップで見たら あったんですよ。まだ、あ、まだあるんだと思ってパッで、ちょっとね、宿泊料をね検索してみたらね、高えの。めっちゃ高えの。おお、白樺湖が見える。見えます？はい。白樺湖が見える。パッ。ドゥカッティだと。おお、信号久しぶり。これ白樺湖ですな。で、これは梅？違うね。桜？桜にしちゃ赤いね。桜か。ブイーンと。ブイーンとブイーンと。楽しいね、この道。あー、桜が綺麗ですな。これは見事。いつもこのすごい狭い道を走らされるんだよな。珍しいんですよね、ツーリングサポーターさんが狭い道を走らせるって。 Google マップならまだわかんだけど、でもなんだかんだでこれでついちゃうんだよね。そして道が悪い。あ、これ綺麗になってる。はい、道の駅ビーナスライン立品湖でございます。はい、道の駅立品を後にしました。あれ、電源入れっぱなしだったかな。ということはバッテリーがもうない。はい、国道299号線に入りました。肉球ですね。埼玉にも肉球ってあったような気がしたんですけど、それと繋がってんですか。いやー、そんなわけはねえか。どうなんでしょうね。はい、蔵王エコーラインというところに入りましたね。これはツーリングサポーターさんで景色のいいルートに指定されている道ですね。確かにこっち側にね、山が見えて、八ヶ岳が見えて結構綺麗ですね。はい、八ヶ岳高原ラインというところ入りましたね。ちょっと頭痛いな。内装を新しくしたからちょっと締め付けられてんのかな。ちょっと休みたいけどコンビニとかないしな。このまま高速乗ってパーキング入るか。はい、高速乗ります。小淵沢料金所。東京は右。あ、ガソリンが
残り1メモリになって点滅、燃料系が点滅してる。これがあとこのガソリン1メモリのゲージも点滅し始めたら残り2リッター。今この段階で残り4リッター。次がサービスエリアであってほしい。走行距離計は 390.8 キロですね。これで点滅し始めましたね。はい、とりあえず頭痛いんで八ヶ岳に入ります。はい、八ヶ岳パーキングエリアでございます。はい、パーキングを後にします。燃料系がこうチカチカ点滅してるのは心臓に良くないですね。そういえばヘルメット脱いだら頭の痛いのは収まったんで、やっぱりこれはあれですね、ヘルメットの内装を新しくしたからそれで頭が締め付けられてるんですね。さあ次はサービスエリアを目指してレッツゴー。はい、燃費走行のため軽自動車の後ろをテクテクとついていっております。今リッター 23.9 まで上がりましたね。この調子で伸ばしていきましょう。現在の気温21度もありますね。さすがこの辺は暖かいね。でもこの装備で暑いかって言われるとそうでもないな。ちょうどいい感じ。あと6キロで双葉で、そこにガソリンスタンドがあるようです。あー、6キロだったら楽勝でしょう。はい、双葉サービスエリアに入ります。はい、18.7キロ走って17リッター入りました。燃料系のメモリだと 24.1km すらリッターになってます。ただいまの時間は16時45分。16時45分、もう結構いい時間じゃん。リセット。中央道のこのトンネルは長いっすね。真夏は助かるんだよな、これ涼しいから。はい、カツカリパーキングに入ります。談合坂はでっかいからね。カツカリちっちゃい、ちっちゃい、カツカリちっちゃい。はい、渋滞してます。石川に寄ります。石川パーキングに、はい、石川 PA でございます。はい、石川パーキングを後にします。はい、A 服のパーキングでございます。はい、それではこのまま帰りようと思います。でね、さっきね、走ってる時に、首都高を走ってる時にですね、電話がかかってきたんですよ。ビーコムだから電話がかかってきて、なんか変な音してるからなんだろうと思って、プチポチッとしたら電話出れて、で、そのまま、あれ、話しました。ヤマト運輸さんからで、宅配、在宅してるかどうかっていうのの確認の電話でしたね。で、今すいません、ちょっとバイクで首都高走ってますって言ったら、ああっつって、で、置き配いいですよって言ったんですね。中身 GoPro なんですけどいいんですかって言うから、あ、中古の3だからいいですって話をして、それでまあまあまあ、じゃあ分かりましたっていうので置き配頼みました。中身の品名とか見てるんですね、ちゃんとね、ヤマトさんは。大したもんですわ。混んでんな。それでは秋田。はいはい、夜のライトアップされたレインボーブリッジでございます。ライトアップといっても普通に単色なので、それほど派手さはないですね。はいはい、東京の夜景でございます。東京の夜景でございます。はい、葛西臨海公園の観覧車ですね。綺麗ですね、夜見ると。GoPro でどれぐらい映ってるかは分かりませんが。
はい、本日の総走行距離は 579.9 キロ、 579.9 割る、さっき17リッターで今 6.05 リッター入ったんで 23.05 リッター、 23.05 は25.15 ですね。 25.15、燃料系は 24.2 ですね。ちなみに先ほどガソリンを入れてから 161.2 キロ走ってますね。平均燃費計は 24.3 です。はい、以上になります。ただいまの時間は19時23分なんで、ですね、朝6時に出たんでざっと13時間半ぐらいって感じですかね。バカだね。はい、それでは本日はこの辺でバイバーイ。 Thank you.